はじめまして、なごみ体見直しところの矢上慎吾です。受付アシスタントの、皆様、はじめましてということで、この動画はですね、受付アシスタントの方が、見るための動画になります。まあ、初めて、こういった治療院のと来ると、ちょっといろいろと戸惑うところもあるかと思いますので、このですね、動画を見ることによって、仕事の、仕方とか、考え方っていうのを少しずつこうなんですかね、身につけていただいて、ちょっと上から目線ですね、なんですかね、共有していけたらいいかなと思います。最初にですね、当院なごみ体見直しところの説明を簡単にするんですけれども、うちはですね、ハリキュー整体院という、形式をとっております。私の持っている資格が3つありまして、1つがハリ師で、2つ目が灸師で、3つ目がアンママッサージ指圧師と、実はこれね、分かれてるんですよ。それぞれ国家試験があるんですけど、まあ、同じ日にやるんですけれどもね、人によってはこう針の試験を落としてしまったりすると、休止っていう人もいるんですね。なので新休止って実は分けられることができるんですけど、私はその3つの資格を持っております。で、私自身は、以前の仕事がですね、サッカーチームのトレーナーをしていた関係で、トレーナーの、知識というか技術を持っております。そのためうちに来る患者さんで、怪我をして、なかなか治らない患者さんとか、怪我からこう競技復帰をするような患者さんもいらっしゃいます。それがうちの、説明になります。で、受付アシスタントに対して、私がこう考える、比重というのは非常に大きいです。というのはですね、この院の、仕組み上ですね、施術者、私施術者って言うんですけど、一人だけではですね、成り立たなくなっております。もう必ず、受付アシスタントと術者っていう、こう2人で、ペアっていうような形で、作らせていただいていますので、もしですね、受付アシスタントがいないと今の生産性でいうと3分の1ぐらいになっちゃうんですね。なので、1人いていただけるだけで 1.5 倍ぐらいに、生産性が上がるということなので、非常にですね、重要性が高い。 1.5 倍じゃないか、3倍になるのか、はい、計算が間違っちゃうぐらいあれなんですぐらいですね、すごい変わるんですよ。これは前までは受付を置かないでやってたことがあるので、そこから比べてそれぐらい変わっております。なのでですね、非常に重要な仕事になっておりますが、安心していただきたいんですけれども、特別な技術とかスキルとかは必要ないです。何ですかね、医療的な知識とかも特に必要ありません。大切なといってもね、大切なことを持っててほしいなっていうことが3つありますので、それだけちょっとそれ紹介したいなと思います。まず1つ目、持っててほしいこと、笑顔でいることになります。やっぱですね、患者さんはここにですね、まあ辛いから来るわけです。何か悩みがあって来るので、それに対してやっぱこう、うちの院っていうのが希望の光であってほしいんですよ。で、もちろん私、先生である私ももちろん全力を尽くすんですけど、そこにですね、受付の方がですね、笑顔でいていただけると、やっぱそこで安心感になるし、こう希望になるので、そこはすごい大事になっております。それが一つ目です。笑顔でいてほしい、はい、お願いします。二つ目がですね、患者に寄り添う気持ちを持ち合わせてほしいですね、はい、やっぱですね、先ほどと一緒なんですけれども、患者さんこう悩みが来て、きます。で、私ももちろんそうなんですけど、私はどちらかというとやっぱり先生という立場になってしまうので、どちらかというとこう指導をしてしまう、してしまうというか、指導をしなきゃいけない立場になります。なので、患者さんからしたらこう耳の痛い話とかもあったりするんですけども、そこでですね、私は特に術者っていうのはね、何ですかね、コミュニケーションスキルが低いんですよ。なのでそこをこう受付アシスタントの方にカバーしていただいて、患者さんの方に寄り添っていただいて、一緒に頑張りましょうねっていうような形になっていただけると、患者さんもですね、一人じゃないんだなっていう、こう先生に責められるの私だけじゃないんだなって寄り添ってこう頑張っていこうっていう気持ちになりますので、そういったことも考えてほしいなと思います。そして3つ目はですね、一緒にこの院をですね、より良くしていこうという気持ちを持っていただけると嬉しいです。というのは、まだうちの院はですね、今年で5年
経ったんですけど、6年目になるんですけれども、まだまだ発展途上です。まだまだ何ですかね、改善できることたくさんあると思います。私自身もすごい一生懸命やっておりますが、どうしても見切れない部分もありますので、こうした方がいいんじゃない、こうした方がもっとより良くなるんじゃない、患者さんのためになるんじゃないということは、どんどん、意見を出していただけるとすごい嬉しいなと思っております。この3つをですね、ぜひ持ち合わせていただけると嬉しいかなと思います。ハリキュー整体院、なかなか馴染みが薄いかもしれません。戸惑うことも多いかもしれませんが、ぜひともですね、一緒にですね、このなごみ体見直しところをより良くしていただけたらいいかなと思っております。よろしくお願いいたします。詳しいですね、仕事についてきましてはですね、またこれから、追って動画を作っていきますので、よろしくお願いいたします。